昔々、ある寒々しい冬の日、サンタクロースはふと自分の知識を新たな高みに導く場所が必要だと感じました。そこでサンタは勇気を振り絞り、サンタクロースの学校への冒険を始めました。道中、彼はトナカイたちと共に険しい山道を越え、雪の中を進みました。そしてついに目的地に到着すると、そこにはまだ夕光とクリスマスの魔法が満ち溢れていました。サンタクロースの学校では、生徒たちはプレゼントの包み方やリボンの結び方など、クリスマスの準備に欠かせない技術を学びます。また、心温まる物語やクリスマスの歌を通して、クリスマスの真の意味についても学びます。最初は戸惑いながらも、サンタは次第に新しい友達と仲良くなり、一緒に笑い、学び、成長していきます。そしてクリスマスイブの夜、サンタは学んだことを生かし、世界中の子供たちに喜びと幸せを運ぶ準備を整えます。